に腹が立つ。あちこち怪物ばかりで人っ子一人いないじゃない。この声はセナ。一か八かかけてみよう。アストラルリングだよね。もう一人の私がくれたならちゃんと助けて。どのコネクターでもいいから私の前に来て。どのって、セナが知ってるコネクターは一人だけでしょ。セナディア、必ず夢追い人、本当に来てくれたんだ。まさかアストラルリングってこんな使い方もできるの。考えすぎ、これはたまたまだよ。なんだ、これだから理系の人は。やっと片付いたね。夢追い人、そっちは大丈夫？大丈夫。少し前にちょっと危ない目にあったけど、運よく知らない人に助けられたんだ。知らない人に？うん、相手はこの怪物たちと同じように影の中で活動するのが得意みたい。私を助けた後急に消えたんだ。どっちかというと私とは同類みたいだね。でもそうなると、ここに落ちてからあなたもコラリーたちと会ってないってこと？うん、私もだよ。ここに落ちてからずっと怪物に囲まれてて、でもあなたが幸運を与えてくれたみたいだね。つまりあの黒い物質を抜けた時に私たちは別々違うところに飛ばされちゃったってこと？そうみたい。ところで、あれは一体何なの？私たち一体どうなってるの？この場所すごく不気味だよね。想像してたのと少し違うし。想像？少なくとも先住民がいるみたいな列を作って、情熱的に私たちを迎えてくれて、宴を開いて、そして私たちがなんだか全然違う存在だって気づいて、神として崇めてくれるとか。待って、まさかここがあなたの故郷なの？ううん、それは違うよ。そうだよね。でも確かにここは不思議と馴染みがある気がする。なんて言えばいいのかな、まるでおじいちゃんやおばあちゃんが話してた、すでに取り壊された建物をこの目で見たような、そんな感じかな。私もお母さんから生まれたわけじゃないから。それならあなたの勘が正しければ、あなたの勘が正しければ私たちはまだ安全だってこと？だっておじいちゃんやおばあちゃんが住んでた場所でしょ。怖いものなんて出たりしないよね。それは私が適当に考えた例えだよ。厳密に言うと、ここが自分のもう一つの夢なのか、それとも実際に存在する量子空間なのか、あるいは別の世界なのかすらわからないんだ。まあ私がここにいるってことはきっと現実だよね。じゃなきゃあなたはもう一人の私に会ってるはずだよ。ああ、私も彼女に会いたかったな。今後会えるといいね。うん、私も彼女にいろいろ聞きたいことがある。あ、そうだ、あなたの通信機はやっぱり反応がないの？そうみたい。なるほどなるほど、今はこの方法しかなさそうだね。私たちでヘリアとコラリーを探しに行こう。馴染みがないところに来たら、まずは知り合いを探すべきだよね。そうだ、あなたを助けた謎の人物もだよ。もしまた出会ったらちゃんとお礼を言わなきゃ。それはそうだね。えっへん。
これって優れたものの見解は大体一致するってことかな。じゃあ早速だけど、この辺りで外に通じてる道は一本だけ。もう見ておいたから、そこを歩いていけばきっと間違いないはず。そういえば、あの犬はどうしたのかな。私たちをここに連れてきたのに、また姿を消したよね。こっちに来てから、あの犬は私を一目見て、すぐにどこかに行った。でも、隙間を開ける行動から見ると、もしかしたら、押し入ったのは私たちの方？それもあの犬が先に手を出してきたからでしょ？さっきもこんな感じだったの？そうだよ。運が悪いとキリがないんだ。ねえ、そのまま逃げるっていうのはどう？おや？今日はどうしたの？前回のよそ者の来訪から100年くらい経ってるはずだよ。さてと、巡ってくる幸運？それとも逃れられない運命か？この声は彼女？え、知り合い？ああ、彼女に助けられたってこと？うん、この怪物たちは彼女にとってきっと大したことないんだと思う。ねえ、あなたの命の恩人が後ろに下がってるみたいだよ。しかもどんどん下がってく。特殊な戦いの準備って可能性もあるかな。おーい、ぼーっとしてないで、早く逃げないと間に合わないよ。ついてきて。ちゃんとついてきて。今日はちょっと特殊だから、相手もいつもより厄介なんだ。追いつかれないように気をつけて。厄介って？でもあなたは手を挙げるだけで奴らを全部倒せるんじゃないの？敵は？それは何年も前のことだよ。あんたって白昼も見やすい体質？今日だけなら確かに何も反論できない。ここまで来たら問題ないよ。あんたたちそんなに息切れしてないってことは、結構体力がある方だね。老朽の道は日々険しくなっていってるから、うちも困ってるんだ。万事順調、万事順調。ちょっと一息ついてもいい？それはいいけど、あなたは一体何者なの？その様子じゃまだ分かってないんだね。それもそうか、さっきは自己紹介する暇もなかったから。みんなはうちのことを少爵と呼んでる。家はこの近くの琥珀街だよ。黙ったままじっと見つめないで、怖いんだけど。まあ気にしないで。この人、なぜか今日は出会う相手と先に夢で会っちゃってるみたいだから。私に出会った時もこんな感じだったもん。朝雲山に帰らず、霧雨洗濯をなす。琥珀冬を防ぐに足るも、なんぞ無意の核を思わん。へえ、世界って本当に不思議だね。実は、それは100年以上前に、うちが古書から見つけた半紙だよ。
よそ者と関わらなくなってから、一度も行ったことがないけどね。でも、時間の問題なんて大したものじゃない。それより、片方は自信満々で、自分は石から出てきたばかりだって言うし、もう片方は夢を見て、犬を追いかけてたら大都会からこんな田舎に来たという。なんというか、それぞれ独特なところがあるんだね。でも構わないよ。うちはめちゃくちゃなことを受け入れられないわけじゃない。昨日だってうちは。待って。二人が言ってた犬ってどんな見た目だった？尻尾が二本あったりしない？そう言われてみると、二本だったよ。でもどうして？それは、でも、あれを動かせる人はいないはず。ドニグルがその気になったとしても、できるはずがない。ドニグル？ああ、なんでもないよ。こっちでペットが一匹いなくなっててね。でも、人の前だと見た目が少し特殊になるんだ。あんたたちが見たのと、同じじゃないはずだよ。怪しい。まあまあ、こっちにも事情というものがあるんだ。ところで、二人はどうするつもり？はぐれた仲間たちを探すの？もちろんだよ。あなたはここの人だよね。助け合わない？ほら、こっちには夢で不思議な力を手に入れた人や、素性は謎だけど喧嘩が得意そうな人、変わった耳があって変わった知識をたくさん持ってる人、そして普通に見えてすごく行動力がある宇宙人がいるよ。私たちと知り合いになってもあなたに損はないでしょ？彼女たちの身の安全を確認するのが今の最優先事項だよ。でもその後は全てがうまくいったらできるだけ早く桜花に戻りたい。だってデータの海の投影っていう視点で言えば、あっちにとって私は失踪してる状態だからきっとみんなが心配してると思う。あんたたちの仲間を探すのはいいんだけど、あんたを元の場所に戻すのは少し手間がかかるんだ。脅かしてるわけじゃない。ここから出られる人は誰もいないし、ここに入ってくる人もいないんだ。それは。じゃなきゃ、活発でじっとしてられないうちが同じところに100年もいるわけないだろ。ここのどこがいいって言うんだ。今入ってくる人もいないって言ったけど、私たちは？そうだね、簡単に言うと、あんたたちがここに来たのは確実に事故だと思う。でも、なぜ事故が起きたのかを説明すると、話が長くなる。とにかく、この場所が存在するのは、何かを外に出さず、別のものが入ってこないようにするためなんだ。つまり、あんたたちが何度も見たあの黒い影のことさ。ただどうして影なのか、影は何のためにって話になると、いろいろ関わってくるから、安定した場所を探してゆっくり話そう。見ての通り、ここは荒れ果てたところばかりだ。神様は扉を閉めた時、必ずどこかの窓も開けてくれるってことわざがあるだろう。事前に十分な準備をすれば、仕事に遅れたりはしないと言うし、うちも一応顔が広いから、琥珀街に戻ったら、ちゃんとあんたたちの仲間のことを聞いてあげるよ。琥珀街？ああ、ここで唯一活気がある場所ってところかな。そうだね。人が多い場所で話を聞くのは効率的だと思う。意見が一致したみたいだね。あ、そうだ、自己紹介がまだだったよね。私はセナディア。セナって呼んで。覚えたよ。あんたは？私のことは夢追い人とでも呼んで。この場所は初めてだからよろしくね。やめてよ、急にかしこまるなんて。
むしろうちはよそ者にもっと会いたいくらいだ。この老朽は退屈で、わずかな特産品も一言や二言で説明できないような影だし。あ、別の視点から言えば、奴らこそが老朽の本体なのかもしれないね。老朽影。そういえば、私。まあまあ、考え込まなくていいから。そんなに影が気になるなら、ちょっと遠回りしよっか。成り立ちは複雑だけど、単純なところもあるんだ。行こう行こう。うわ、どうかしたの？あ、ごめん。しゃがんでたせいで足がしびれたみたい。支えてもらっていい？変だね。うちも年を取ったのかな。そう言わないでよ。人は誰しも予想外の出来事に遭遇するものだろ？行こう行こう。